最初やる予定なかったんですよ。ジュネーブで僕らが第2回かな、第2回のジュネーブモーターショーの日にで初めてそのレーシングカーバージョンのコンセプトカーのスープラを見た時はこれかっこいいなと思って、これ売れるんじゃないのと。まあでもこの車が一番時間かかったのかなっていうのは、最初やっぱりこのスープラの原型をいかに変えるか、まあ大体リバティオークのやろってこうでしょうっていう、まあもちろんその世界中にまあこれ 7,8 年やってきたオーバーフェンダーのスタイルを、まあみんなもやっぱり他のメーカーも原的にアメリカも海外も含めてワイドフェンダーっていうのはやっぱり他のメーカーもやってきてるんで、まあそれに違った見合ったものをなんとか作らないと、なんか同じようなパーツメーカーに見えてしまうんで、まあ流行りを現実に思うんじゃなく流行りを自分から作り上げる、それが自分たちの革命でもあるし、まあそれを現実に継続しないと絶対流行らない。世界中の子供たち、若者たちに日本の属車スタイルのカスタムを伝えたい。2020 LV マークスープラの登場です。